8月30日の調整で、武力上昇値が、プラス2からプラス3になったノーマルツツイチュウケイを紹介するよ。計略は、式2で、武力が5になって、特に狙撃を得る。なんと効果時間は永遠です。1コスが、武力5、知力7、暴殺狙撃になるのが破格。3回ギブとは何だったのか。ヒット時に硬直を入れられる狙撃を低コストができると、屋台の守りが証明済み。1コストに狙撃持ち、鉄砲が存在しない世界で、仕組みで、ずっとそれが行えるのは、当然屋台。それじゃ、僕の代わりに戦ってください。僕は帰ります。遅い、行け。行け。死んだふり。なんだこの式。小賢しい。歴代対戦シリーズの精鋭系より長く、義務系より式が軽く、高性能ハイブリッドな良い計略やし、知力が高いからダメ系に巻き込まれて、遠足が活かせないことへの心配も無用。動けるものはついてきたまえ。それ流派発動。一の方、見ろ肩。トンボ切りの速さについてこられるか。僕は帰ります。行け。助けてくれ。潮時か。行け。トンボ切りの速さについてこられるか。小賢しい。死んだふり、バレたか。それ。ぶっ飛びや。
弾きで距離を取ることで時間稼ぎができる。それ弾く量はダメージやコストに依存しないからこそ1コスでできることに強みを感じる。動けるものはついてきたまえ。大波に乗るぞ。それよく乗りだ。僕は帰ります。くだらねえ。流派発動。三の肩助けてくれ。よく無双の攻撃であなたを支えてみせる。電気解放。やるよ。動けるものはついてきたまえ。それ僕は帰ります。バカ。
二の肩。流派発動。二の肩。主の邪魔をする奴は叩き潰してやるぜ。波乗りだ。これでいい。神事流抜刀術、一撃で決めます。月はあっちにあんのかよ。気が乗らないですね。ヨシテル様。バカめ。邪魔者は一人残らず消そうか。まだ俺は行く。なんなの、殺して。僕は帰ります。消えん。行け。行け。はっ。どうしたんだ。消えん。ないですね。死んだふりバレたか。迅速こそ勝利への道。一陣の精鋭よ、突き進め。じゃ、僕の代わりに戦ってください。僕は帰ります。主の邪魔をする奴は叩き潰してやるぜ。まだ俺は消えん。流派発動。三の肩。流派発動。三の肩。
消えよ。ふう、助けてくれ。消えよ。な我が戦が不服か。ご視聴ありがとうございました。